では、どんどん行きますか、ということなんですが、皆さんですね、この高橋、あきさんと高橋なんですが、クラシックピアノの先生でもあるということで、今度ね、発表会も12月にあるんですが、ちょっとそこにもですね、私、あの森さんって、ね、あのちょっとご相談できないんですけど、3人でちょっとやってますので、あのね、また岐阜から来ていただきたいと思うんですが、そこでですね、せっかくクラシックピアノの先生ということなんで、クラシックの曲をちょっと皆さんに聴いていただきたいなと思うんですね。でですね、ただ聴いていただくのではなくて、今日せっかく楽器をお配りしてますので、クラシックの楽曲に皆さんの楽器とか、なんかそういうのを合わせたらどんなことになるのか、ね、通常なんかこう、静かに聴いてる感じですけど、その楽器をですね、打楽器を合わせると意外と、なんていうんですか、この意外となんですね、ファンキーなんですよ、クラシックの曲はね。その辺をちょっと今日体験していただきたいなと思います。では、先生どんな曲なんでしょうか。テレビのコマーシャルでもよく聞くこんな曲はどうでしょう。なるほど。行進曲、実際これはなんかその行事で使われたりしたんですかね、行進曲。行進曲といえば、あの運動会の時の行進曲。その作られた時っていうのはなんか、なんて、あんたからやっぱり戦いが、その当時。ああ、なるほどね。今のベートーベンの時代も。あ、じゃあ、軍隊ものですか。そうですね。いっぱい軍隊コードレースとか、シューベルトっていう人が軍隊コードレースという曲を、皆さんその今の戦争の中で生きながら作曲は続けて、平和を願いながら作曲を通してメッセージを送ったんじゃないかなとは思います。なるほど。じゃあ、これからもいろいろ来るんですかね、その作品。それも自分で溢れて、この絵のように、自分が溢れて描きたいという。威風堂々とかもさ、歌詞すごいもんね。あ、え、そうなんですか。これ歌詞が、なんだっけ、国境をさらにさらに広げようみたいな歌詞なんですよ。へぇー、あ、聞かせたんじゃないんだ。逆に恐ろしいなと思っちゃったけど。なるほど。これも、あの、あれで言えると、どうなるかというと、ちょっとやってみます。じゃあ、いい方法やってみましょうか。
まあまあいろんなね、あのいい曲の裏にもね、いろんな話があるなっていうのが。なるほどね。今どうぞ帰ってきてんだと思いました、兵隊が。違ったのね。今日広げていこう。なるほど。はい、じゃあどうでしょうか。あと曲やってますか、なんか。終わらないで全部です。運動会といえば